本日はネットアップインサイトジャパンにご参加いただきまして皆様誠にありがとうございます。また数多くあるセッションのうちデータ消去証明簡単にできちゃいますという非常にライトなに聞こえるセッションを見ていただきまして誠にありがとうございます。こちらのセッションを見ていただいているということは皆様どこかご興味を持っていただいているということかと思いますけれども、突然ですがまず皆様にご質問です。利用されなくなったハードディスクのデータ消去どのように行われておりますでしょうか。ネットアップにおけるデータ消去の対応に関する取り組みについてこれからご紹介をさせていただきます。申し遅れましたが、私はネットアップで東日本の担当をしております営業の小田倉元気と申します。よろしくお願いいたします。なぜ冒頭にご質問させていただいたかというところなんですけれども、過去の地方公共団体様における情報漏洩事故によってセキュリティ対策強化というものがより一層強め、深まっております。その中で総務省と第三者機関である ADEC がセキュリティガイドラインの改定、こちらを2020年に行われました。その2020年5月に総務省から正式に情報システム機器のリースアップ廃棄等におけるセキュリティの確保について通達がなされました。そちらの内容がこちらのレターになりますけれども、内容を一部抜粋させていただくと、記憶装置におけるすべての情報を消去し復元不可能な状態にする抹消措置を講じなければならないという内容でございました。これまでの消去対策といたしましては、物理破壊やメーカー提供のログを持って説明をするという方法のみでございました。しかしながら現在では第三者機関が証明を出すことも認められております。ネットアップといたしましては第三者機関であり、セキュリティガイドラインを総務省とともに定めた ADEC 並びにワンビシャとともに技術検証を実施し、エンタープライズストレージメーカーとして、国内初の、消去技術認証を取得いたしました。ネットアップが過去10年以上育ててきたオンタップディスクサニタイズ、こちらの機能を、こちらの機能がこの認証を取得する実現に、つなげることが可能になっています。またワンビシャと連携することによって証明書の発行も実現することが可能となりました。実際にデータ消去を行っていただく際の流れといたしましては、オンタップのサニタイズコマンドを入力し、出力されたログをワンビシャのツールを使って ADEC のサーバーへアクセスいたします。そちらで消去のログの解析と消去情報管理を行い、証明書が発行され、お手元にデータ適正消去実行証明書が届けられるという流れとなっております。こちらの発行が各販売店様経由でなんと2万円から実施いただくことが可能となっております。セキュリティの話にフォーカスが当たる中、将来必ず悩まれる、こちらのデータ消去のこと、導入時に、先の課題を解決して、事前に準備をされるというのを非常に我々としてはお勧めをさせていただきます。ネットアップのストレージは利用後のことも考えてご利用いただける非常にサステイナブルなストレージとなっております。ぜひご検討いただければと思います。本日はありがとうございました。